シャルクイビスコ監督のイカリアです。副監督の又田大輔です。キャラクターデザインのハリオイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なら行ってきたね。行きましたね。ディズニー終わった後に。すごい、鹿がそこら中にいましたね。普通にいるもんね、鹿。いました。鹿せんべいあげてみんな食われてました。いや、めっちゃね、すげえ来たもんね。いましたね、いっぱい。それさ、髪色も変わったね。そうですね、もう春になったんで。ビスコカラーじゃなくなった。そうですね、緑と黄緑。はい、すごいね。みんなでさ、そう、会社の健康診断行ったの。あー、やりましたね。すごい太っちゃって。あ、なんか言われました。ちょっと太りましたねって、2年前より。あ、そうか。でももうしょうがないですよ今ね。でもみんなで会社で朝運動して。運動してやってんだ。また僕家で。家でやってる。そう、みんな朝来るとなんかもうガッてやってる。すごい活気がありますね。そうだね、活気が。いいのかな、こんな話してる。あ、なんとかにしたのか分かんないですけど。というわけで今日は、はい、津田さんと斉藤さんの対談の第4弾どうぞ。急に。はい、お願いします。僕はね、あの現場4人じゃないですか、はい、4人で撮る。最大4人です、ね、最大4人の。もうね、このみんなの熱っていうか、うん、これ面白かったでしょ。だ、最初こうなるんです、こう来るかみたいな、うん、みんながそういうね熱があるんですよ。そうするとね、面白いですよね、はい、だから黒川なんかが入ってきた時に、さっきも言ったけど、はい、熱やっぱりね、この抑えてるこの熱みたいな、悪いなこいつみたいな、そういうのガンと来た時にね、空気が合うんですよ、スタジオの。そういうのをね、体験させてもらったっていうのはね、もう最高の、最高でしたね。もうね、最初に2話からだったっていうのはさっきも言ったんですけど、あの鈴木くんがガンと行った時にやっぱそうなっちゃうんですよ、隣で。こう来るんだ、ガンガン来るんですよね、うん、そしたらミロがあの声でね、あの優しい感じの、はい、え、そう来るんだって、ね、熱はみんな持ってるっていうかね、うん、半端じゃないぐらいのその熱っていうね。で、後でね、ご一緒した近藤さん、はい、近藤さんも女性、あの戦いが女性、あーってすげえな、この人って、うん、ほんとマジに思いましたね。面白かったですね。だからそういう手では熱かったですね、みんなね、うん、確かに、うん、いや本当に熱い現場でしたね。なんか特にそのミロビスコはとにかくストレートな芝居ですし、うん、こっちはこっちで変化球型のはい、面白い球をどうやって投げるかみたいな熱量ですし、なんかそういう意味ではやっぱすごく熱の高い、少人数でやってるとは思えないぐらいやっぱり、うんうん、ね、熱の高い現場だったので、そこはすごく本当ありがたかったですし、うん、やってて楽しかったですね。楽しかったですね、はい、ね、うん、でもさっき言ったんですけど、もうまんまですよね。だって第一声あの鈴木君とも初めての共演なんですよね、はい、だからどう出てくるかって分かんないじゃないですか。こう出てくる、それがね迫力あるんですよ、うん、そうすると面白いですよね。ね、第一声、俺と一緒に隣でやっていただいたその第一声でこの迫力に圧倒されるんですよ、うん、ジャミー頑張れみたいなね。いや本当にそうなんですよ。鈴木さんがあのセリフがあったんですけど、そのセリフ、台本のセリフよりもっとこう悪い感じのちょっとベランメイク調みたいな、うんうんうん、ね、起きたなみたいな、すごかったです。あれ僕最初先生が指示したのかなと思ってたら、鈴木さんがもう自分で作ってきてやったみたいで、はあ、すごかったです。すごいですよね、はい、だから最初にこう対話した時のその迫力をどあちゃんとやろうみたいなねいやちゃんと やってるつもりだけどこれ負けてらんないみたいな、まあそうですね、ものを感じさせてくれるっていうかね。うん、もうで、あの花江君はね、もう本当に時の人というかね、もうすごい勢いで、ね、どこでも聞いてますよね。来ますね、うん、あの津田さんと一緒に。いや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 、とんでもないです。今テレビどこ見ても、はっはっは
ニュース見ててもニュース見ててもニュース見ててもでしょ。すごいですよね。もう忙しいっていうかすごい活躍されてるっていう、はい、嬉しくなっちゃいますね。なんかこの間共演したんだ言いたくなるっていうね。いやいや本当ですよ、もうね、うん、そうですね、うん、そうですね。僕はそう鈴木くんかつやっぱ僕も初めてで、どういう人なのかなと思ったらかなりやっぱその熱量の高いベランメイク長も含めて不良感のあるワイルドなでもスケールの大きい感じっていうのをしっかりとなんかこうドーンと本当にストレートに投げてくれるので、そこはやっぱ白さんがおっしゃったようにあやばい負けてらんないっていうのはすごくあったの で特に序盤戦黒川は圧勝しなきゃいけないと言いますかその主人公チームよりはるかに大きくないといけないので、逆にだからすごく火つけていただいたなっていう、なんか本当にストレートで熱量が高くてっていうのはとっても心地が良いですね。特に若手からそういうのが出てくるとすごくな、また単純に嬉しいというか、あ生きがいいねっていうのは最高最高だなって思いますよね。でそこに寄り添うやっぱ花江くんがとってもキュートですし、でもやっぱり花江くんのああいう繊細な方の音だけれども熱量高くてっていうのは、だからそれがしかも回が進むごとにさらに熱量がどん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 ターボがかかっていくといいますかね。だから2人のやり取りなんかも感情のぶつけ合いみたいになっていくので、そういうところっていうのはやっぱり非常に見てて熱いものっていうのを感じましたね。すごくすごくいい現場でしたね。